阿賀の架橋は、新潟県新潟市の阿賀の側に架かる、日本海東北自動車道の道路橋梁を、西詰め川は江南区、江口、東詰め川は北区森下に位置する。橋百951メートルを有する12景間、プレキャストコンクリート連続箱下駄橋で、中央分離帯付き4車線を有する。前後の高架橋を含めると全長は1600メートルと、 なり、道路標識上の橋町も1600メートルと案内されている。2001年に橋梁部が完工し、2002年3月末に全面竣工。同年5月26日、同自動車道の新潟空港インターチェンジ、青路柴田インターチェンジ間の開通と同時に、供用を開始した。東詰め川約1キロメートルの位置には、豊坂サービスエリアが設けられている。 橋梁中間部にある阿賀野川の中洲は野鳥が多く生息しているのに加え、国内でも有数の詐欺の集団営装置となっており、しばしば鳥類が飛来することから、橋梁前後には鳥注意の警戒標識が設置されている。東京漁の下流側には、白新線の阿賀野川橋梁と新潟県道3号、新潟柴田村上線の太平橋が、上流側には新潟県道46号、 新潟中央環状線の大アガ橋がそれぞれ、加強されている。日本海東北自動車道の新潟空港、インターチェンジー北の区間の施行にあたって、大きなネックの一つとされたのが、予定区間内の阿賀野川の中須であった。この中須は、国内有数の詐欺の集団営装置となっており、生態系への影響を軽減する、必要性が生じたのである。 このため接種の日本道路交団北陸支社、新潟工事事務所都市工事業体の鹿島建設、川田建設、飛島建設からなる共同事業体は道路と自然生態系の共生を目指し、地域の野鳥専門家を交えた委員会を開催して、環境対策を図る方針をとり、中洲への影響が少ない橋力構造を採用した上で、 中須標土の保護や仮設物の塗装方法の工夫、騒音や振動の少ない機械、機器の使用など、工事中の保全対策を万全にいった上で工事を進めた。また、映像地周辺にデコイを設置して映像を誘導する工夫も図られた。これは高速道路の施工工事としては初のケースであった。こうした対策が走行して、仮橋前後と比較して、 詐欺の映像数の維持が図られたばかりか、デコイを設置した箇所でも新たな映像が行われるなど、自然生態系に配慮した道路建設の恒例として注目を集め、この佳境事業は2002年、平成14年度21世紀の人と建設技術賞を受賞した。ありがとうございます。